消しゴムハンコで桜の花形を押しました。八つ切りの色画用紙を使っています。消しゴムを削って花びらを1枚作ります。底が平らな入れ物に金色の粉絵の具を入れて水を数滴垂らします。水と粉絵の具を消しゴムはんこで練ってなじませていきます。金色のチューブ絵の具がある場合はそれを使ってください。まんべんなくついたら押していきます。きれいな桜型に押せるように型紙を置きます。この穴の開いた部分に押していきます。型紙は十折りにして切り抜くと作ることができます。空いているところにバランスを見ながら花びらを押していきます。これで完成でも良いのですが、金色の絵の具が余ったので面相筆につけおしべを描いてみました。乾かしても金色が手についてしまうので、ヘアスプレーを定着剤の代わりに使いました。今回は卒業式に使う歌詞カードの表紙として作りました。使うものに合わせて画用紙の色やスタンプの大きさを変えてみてください。